会議では出席議員から党名変更について地元の集会でなぜ変えるのかという声が多いとの反対意見や、参院選後に行う予定の新党の代表選挙について国民にアピールするためには今すぐ行うべきだといった意見が出ました。また党員や地方議員など今まで歯を食いしばってきた方々に説明する機会が必要だといった注文が相次ぎました。これに対して岡田代表は、新党は安倍政権に対峙するための決断だとして協力を求めました。民主党は維新とともに27日に新党の結党大会を開く予定です。